アベル・フランソワ・ポーワソン・ド・バンディエールは、18世紀、フランスで活動したブルジョワ海層出身の貴族、ポンパドゥール夫人の弟である。後に父に送られた領地を相続し、マリニー公爵となったが、後にメガール公爵と称した。アベル・フランソワは、フランソワ・ポーワソンとその妻ルイーズ・マドレーヌ・ドラモットの息子、姉にジャンヌ・アントワネット、後のポンパドゥール夫人がいた。父が、 地獄事件に関わって、フランスを追放されてからは、シャルル・フランソワ・ポールル・ノルマンド・トゥルネームの保護を受けた。彼らの家族同様の交際は、父、フランソワの帰国後も継続した。姉と同様に、彼は、豊かなブルジョアの息子として優れた教育を受けていた。姉が、ルイ15世の公めかけとして、国王の寵愛を受けるようになると、彼もその恩恵に預かり、トゥルネームが、 王室造英物相官に認じられるのと同時に、いずれ彼がトゥルネームの後継者としてその職を引き継ぐと決められた。また、彼は姉の夫シャルル・ギオーグル・ノルマン・デティオールとも仲が良く、デティオールが姉と絶縁してからも交友関係は続き、姉の死後まで付き合いがあった。1749年から2年間、彼は姉の講演を得てイタリア遊学に出た。 この度には建築家、ジャック・ジェルマンスフロー、同伴画家、シャルル・ニコラ・コシャン、評論家ウェルブランラが同行した。これにより彼は、もともと備わっていた文化と芸術に対する教養をより深め、後の業績に活かすこととなった。1751年にトゥルネームが亡くなると、マリニーは王室造英物総監の役職を継いだ。これは国王の指示した。 建造物の建設実行を計画、監督するという職務であったが、彼が実際に建設進行を監督したものの中には、姉が国王に建てさせた上官も多く含まれていた。トゥネームがその職にあった間に、その組織や経理について改善を行っており、彼は恵まれた状態で仕事を行うことができた。彼の手がけた案件のうち、姉のために建てられた上官のほとんどは、 革命時代に取り壊されてしまったが、現在でも複数の優れた建物が現存している。また彼は姉の様々な譲渡品や美術品の収集や制作依頼にも関わり、優れた手腕を発揮した。マリニーは基本的に姉にとても従順だったが、二つのことでは姉の意見に逆らって自分の考えを通した。一つは姉が彼を大臣の職につけようとした際に、 それを拒否したことである。ポンパドゥール夫人はその愛称の座にあった後半期には政治全般に極めて深く関わっており、信用できない今の大臣たちに代わって、身内であるマリニーを入閣させようとした。しかし彼は自身に政治家としての力量がないことを自覚しており、自分が大臣になって失敗したら、性的に格好の攻撃材料を与えることになり、 また逆に成功しても彼らは巧みにそのことを姉から切り離してしまうだろうと言って彼女にとってメリットにはならないとこれを断った。もう一つはマリニーの結婚問題であった。ポンパドゥール夫人は弟に有力な家系の娘をめとらせることで自分の家を貴族として栄えさせることを望んでいた。しかし弟は結婚相手は自分で決めると言って 姉の提案した演談をすべて拒否し、姉をしばしば怒らせた。1764年、姉のポンパドゥール夫人が死去した時、マリニーは国王に辞職願いを出し、宮廷を去ろうとした。しかし国王はマリニーに引き続きその職に泊まるよう命じたため、結局1773年まで在職し続けた。姉の死去により、彼は複数の上官と大量の工芸品。 美術品、家具その他の遺産を相続した。ある程度の数の品々は、その後、売却された。マリニーはポンパドゥール夫人が晩年に建てさせた、メナールの上官に住み、後にマリニー公爵でなく、メナール公爵と称するようになった。1767年に彼は、自分で見つけた相手と結婚したが、結局この結婚はうまくいかず、別居に至った。 1781年にマリニーが死んだ後、財産はポアソン家のいとこに引き継がれたが、その際遺品の数々は売りに出されたため、最終的にポンパドゥール夫人のコレクションは散逸した。ありがとうございます。